はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、コストコのねシリーズ動画第2弾をね今ね撮り始めました。昨日ですね、いくらかけてこんなもの買ってきましたっていう紹介動画撮ったんですけども、その中からですね別途3品ですね動画にしようと思ってます。でトップバッターですね、一発目こいついってみようと思います。これね、僕ね前から見たことあったんですよ。これなんだろうと思ってて、どんな味がするんだろうずっと興味はあったんですけども、ついに今回ね手を出しました。なんでしょう、これ椎茸マッシュルームクリスプスって書いてますね。まあ椎茸のお菓子だと思うんですけども、こいつを今日はね食べてみたいと思います。よろしくお願いいたします。これ値段いくらやったっけな、テロップ入れときます。結構ね高いんですよね、びっくりする金額なんですよ。でちょっと開けてね入れていきますか。お皿用意してるんでね。何これ、うわいかついな、えぐ、ちょっとこの見た目えぐいな。俺こんなん初めて見た。何これ、何これ、もうね普通にね椎茸なんですけども、椎茸なんですけど、これねちょっとやっぱえぐいな。原産国がねオーストラリア。なるほどね、オーストラリアに行けば食べれるのかな。うわーでも美味しそう、匂いはいい匂いしてます。食べてみましょう。なんだこの味。なんかねこうフリーズドライっていうか宇宙食みたいな感じなんですよね。中がねスカスカですね、水分なしで。味はねうっすら椎茸なんですよ。なんだこれ、外はカリッと中はねスカスカですね。子供のおやつにしたいも、別に子供はね喜ばないかなっていう気がしますね。僕普通に椎茸好きなんですよ。で焼いて食べるとすっごい好きで、それこそ、半年前ぐらいかな、自分で家でね栽培してましたんで、バターと塩コショウで焼いて食べるとかめっちゃうまくてすっげえ好きなんですけど、そっちの方が、ね、好きですね。そっか、どうしてもめっちゃ椎茸好きな人にどうしても食べたい時にこういつでもどこでもね持ち運べるよってやつなんで、ちょっと遠出するとかね、そんな時に需要はあるんかもしれんですね。これ最後にしとこうかな。はい、お疲れ様でした。初めて食べたんですよ。で僕のこうね好奇心はねこうかきたてられたっていうか、そういうのもあったし、食べてみてのなんかその充実感みたいなのはあったんですけど、今日のこれがね気に入ったかうまいかって言われたらうーんっていうのがあって、僕は普通に椎茸焼いて食べた方が僕は好きかなっていうのがありましたね。途中言いましたけど本当に宇宙食っぽい感じですね。あのフリーズドライ製法みたいな、そんな感じの食感とかなんで、初めてなんでね食べ慣れてないんで、これをね今日全部食べてないんで、まあ、全然残ってますわ、こっそり残ってるんで、ちょいちょいつまんでいくうちにもしかしたらね大好きってなってるかもしんない。それはちょっとね分かんないですね。とりあえずね動画外でねちびちびつまんではね食べていってみようと思いますと。さあ明日もですねコストコシリーズ第2弾、別のね違う商品ね紹介していこうと思うんで、よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。Yes.